はい、よろしくお願いします。すいません。基本、日本語で喋っていきます。改めて自己紹介ですけども、岡本と言います。基本的には神戸で仕事をしていて、ワードプレスと、あとリアクトとかですね、タイプスクリプトとか、そういったところの開発メインでやっています。会社の方ではシフターというですね、ワードプレスの静的化するホスティングをやっていたりですね、しています。で、今日の話ですけれども、JavaStack について、まずおさらいしていきつつ、でそれをなぜ使う、ワードプレスの案件で使うのか、で、どういうふうに作るのか、で、それのいいとこ悪いとこ、そのあたりの話をして締めていくというような形にします。というところで、まず JavaStack についてですね、JavaStack というワードを初めて聞いたという方、どれぐらいいらっしゃいますか？もうこの半、今バリバリ使ってますっていう方は、どれぐらいいらっしゃいますか？お、少なかった。よかった。なんか、バリバリやってますって人ばっかりだとちょっと話しづらい内容だったんですけれども、JavaStack ですね、いわゆる、ウェブサイト、ウェブサービスを作る上でのアーキテクチャの一つです。で、これ、JavaStack、JavaStack.org というサイトに書かれているものなんですけれども、日本語にすると要は、高速で安全なサイトを作成するアーキテクチャですね。他のアーキテクチャだと、ランプとか、あとはビーンスタックとか、そういったものがあったと思うんですけれども、その中、その流れで出てきたものの一つだというふうに捉えてもらうといいかなと思います。で、JavaStack の構成要素ですね。このJAM が何かっていう話ですね。まず一番初めに出てくるのが JavaScript です。で、次が API で、Markup と。で、これですね。JavaScript で作られた、順番に。で、これの頭をそれぞれ取ると、JavaScript の J、API の A、Markup の M で、この3つを使ったもの、JAM を使ったスタックだから JavStack と言われています。で、JavStack じゃないケースっていうのも、この JavStack.org の中で紹介されていて、さっきのやつは英語なんですけど、日本語にすると、まず初めに出てくるのが、WordPress であったり、Drupal のような、サーバー側で HTML の生成処理を行っているものですね。で、WordPress、Drupal 以外の CMS じゃなくても、Ruby とかですね、PHP とか Node.js とか、そういったものでサーバー側で作られて動作するものがある場合にも、これは JavStack でないと言われています。あとは、React とか Angular View とかでシングルページアプリケーションとして作られているウェブサイトって今増えてきていると思うんですけれども、その中でも、isomorphic サーバーサイドのレンダリング処理が走っているものですね。Angular Universal とか、あと Next.js とか、Next とかもサーバー側の Express を使ったりとかあると思うんですけれども、そういったものを使っている場合には JavaStack ではないというふうに言われていますっていうふうな感じでざっと言ったんですけど、つまりどういうことかということ話ですよね。すごく雑に言うと、今使える技術を使ってウェブサイト、こういうウェブサイトを作りましょうっていうことですね。このウェブサイト、レイアウトにしましょうって話ではなくて、これと同じインフラのような形でウェブサイトを作ろうということです。というのが、JavaStack っていうのは事前に HTML をもう作っちゃうんですね。で、作られた .html のファイルにお客さんは見に来る。だから、.html 使えるファイルだからこれだっていうことですね。で、WordPress で置き換えていくと、WordPress のテーマが JavaStack の M マークアップですね。WordPress のテーマで見た目を定義する。で、その中に対して WordPress の関数で MySQL のデータベースからコンテンツを取ってきてはめ込んでいる。この WordPress 関数 MySQL を通して、この処理の部分が API に置き換わるイメージです。で、なので、WordPress のテーマがデータベースからデータ取ってきて HTML 作ります。それが JavStack の場合は、外部の API から、もしくはローカルのマークダウンとかのファイルからデータを取ってきて、それをマークアップの中にはめ込んで HTML を作って、それを配信する。これが JavStack です。なので、生成済みの HTML 画像、あと JavaScript、CSS ですね。そういったものだけがサーバーにあるイメージとなります。だからさ、公開に使うウェブサーバーも極端な話、今はなきジオシティとかですね、ああいう PHP とかも動かないようなサーバーでも問題ない構成になります。で、これの何がいいかっていうと、安倍博士のサイトってよく定期的に話題になりますよね。なんで早いのか、なんで頑丈なのかと。あれを、こう、なんでって話じゃなくて、じゃあ実際に自分たちの案件でやっていくにはどうするんだっていう
そこを目指していく話です。で、何点つくのちょっとごめんなさい、熱い。これで、なんで、ジャムスタックを使っていかなきゃいけないのかっていう話なんですけれども、4つで、ざっくりまとめると、まず速くなります。で、強く、障害とかに強くなります。あとは、セキュリティの面でも、他の CMS で作られたものに比較すると硬くなりますし、構築する面でもかなり楽な部分が出てきます。どういうことかというと、まず、JavaStack で生成済みの HTML を公開サーバーに置いて、それを配信するっていうだけなので、もう、サーバー側ですることがほとんどないんですね。ワードプレスのウェブサイトだったりすると、アクセスが集中すると、データベースの負荷が上がって、それでサイトが落ちるとか、PHP の重たい処理が走って、それでサイトの速度が落ちるとか、そういった話って、こういうカンファレンスでよく聞くと思うんですけれども、そもそもサーバー側で PHP であったり、MySQL であったりを動かしてないので、その分それは、その分早くなりますという感じです。で、なおかつ、その、データベースとか PHP とかね、そういったものを使って HTML を作るんじゃなくて、出来上がっているものを出し、ただ置いてるだけ。で、CDN とかをもちろん使うこともできますので、そういうことをすれば、自分が持っているサーバーがやらなきゃいけない仕事の量っていうのもすごく少なくなるんですね。なので、負荷も少なくなりますし、あとはですね、データの取得元が、ワードプレスのテーマだったり、プラグインだったりすると、いろんな場所からデータベースのアクセスとかあると思うんですけれども、フロントエンドから特定の API 経由でアクセスするという形で一本化することができるので、API への攻撃に対して対策しましょうというところだけに集中することができます。なので、そういったところで、普通のワードプレスサイト構築と比較すると、比較的、セキュリティの面でも強くなると言われています。あとは、開発の面ですね。バグとかですね、表示の崩れとか起きたときに、それがデータベースに由来するものなのか、フロントのマークアップに由来するものなのか、いろいろ切り分けとかしていかなきゃいけないと思うんですけれども、そういったときに、もう、ウェブサイトを表示するサーバー、HTML を置いているサーバーと、ワードプレスは記事の管理、データベース、API、そこだけやってるので、フロントの問題なのか、それともデータベースもしくは入稿のところの問題なのかっていうところの切り分けがサーバーレベルでできますので、そういったところで管理、運用が比較的楽になると言われています。で、どう作っていくかという話のところですね。ジャムスタックなサイトにする方法、ワードプレスでですね、やる方法というのはいくつかのステップがあります。まずはじめにやらないといけないのが、ワードプレスを API サーバーとして準備するというところですね。で、API サーバーとしてワードプレスを準備した後に、JAM なので、あと J と M がないと。なので、JavaScript の部分とマークアップの部分、それを、ワードプレスのテーマ制作の部分ですね。そこを技術選定であったり実装していくと。で、ただ実装するだけじゃなくて API のデータをインポートする必要もあるので、ここで JavaScript のマークアップと API をマージして JAM にすると。した後に、あとは運用のワークフローですね。ここもワードプレスで公開されている通常のものとかなり変わってくるので、ここに関しても整備していく必要があったりします。それぞれざっと説明していきますけれども、ワードプレスを API サーバーだけで運用したことがある方たちはどれくらいいますか？大体皆さんやっぱテーマでフロント作られますよね。で、その時には意識してなかったけれども、API サーバーだけでワードプレスやろうとするときってちょっと意識しなきゃいけないね。今まで気にしなくてよかった面がいくつかあるんですね。で、一番多分ここに来られてる方で、これ重要だなと思うのが SEO の面ですね。何かというと、ワードプレス側でも HTML できちゃう。HTML と URL ができちゃうんですね。それはワードプレスはそういうシステムですから。なので、API サーバー、api.example.com でワードプレスのスラッグが付く記事と、あとはジャムスタック側で公開したサイトので用意されているドメイン URL と2つで同じ記事が配信されてしまう。普通に使うと。なので、そのまま、今まで使っているワードプレスと同じような形で
じゃあ、WPA ペアだけ使って、ジャムストックをフロントにして、公開すればいいやっていう思ってやると、重複コンテンツになっちゃうんですね。なので、例えば、ログイン、API サーバー側のワードプレスはですね、ログインしていないときに関しては、API であったり、画像であったりですね、そういったフロント側でも必要とするような URL 以外は、ジャムスタック側の URL にリダイレクトしてやる。もしくは、カノニカルとかですね、ノーインデックスとかのメタタグを設定してやるようなカスタマイズが必要になります。個人のブログの方でやってるで、これ後でスライド公開するので、公開とかのコードとかそれで見てもらったらいいんですけれども、例えば、is user login っていうワードプレスの関数があるので、それを使ってユーザーがログインしてる、がログインしてないなんですよ。で、ログインしてない場合は、WP ログイン、WP アドミン、あとは WP コンテンツとかですね。そういったところ、記事の管理に使ってない、もしくはログインの時にアクセスしなきゃいけない URL 以外は、全部サーマルチのリダイレクトで、公開側のサイトにリダイレクトしてやると。こういうことしてやると、まあ、仮に、万が一インデックスされたりとかですね、SNS でシェアするときに URL 間違えて API つけちゃったとかやっても、サーバー側でリダイレクトしてくれるので、一つリスクは減らせるかなと思います。あとは、ですね。ワードプレス API サーバーに、としてワードプレス使う場合、もう一つ意識しなきゃいけないね。っていうのが、サーバークライアントのところですね。そもそも、ジャムスタックでワードプレスやりたいよっていう話になっているときって、早いとかもいろいろメリットがあったと思うんですけれども、結構根底にあるのってこれなんですよね。ワードプレスのメンテナンスが、ちょっと今の会社の体制、今の個人の体制ではちょっとしんどいので、でもワードプレスは使わなきゃいけない。じゃあ、フロントの開発だけでも、他の技術を使ってやりましょうというような話になってきたりするので、API サーバーにして出そうってなるんですけれども、結局ワードプレスですね、このやり方にしてもワードプレス自体はあって、そのワードプレスをホスティングしているサーバーも存在するんですね。なので、普通のワードプレス、のままだと、更新作業は、やっぱり残ります。ただもちろん、API サーバーとしてだけに使ってるので、テーマは、例えばデフォルトのテーマにしておけばいい、しておいて、応答アップデートのプラグインとかで自動アップデートしておくだけでいいとか、依存するプラグインの数もですね、フロントに関係するものをほぼ全部停止することができるので、管理下のプラグインの量はすごく減ります。なので、そういった面で管理のコストは下がるんですけれども、それでもワードプレスのコアのアップデートであったり、例えばアドバンストカスタムフィールド、カスタムフィールド系のものであったりですね、管理画面のカスタマイズ系に関わるものプラグインは入ってますし、それの更新作業はやらないと当然攻撃されます。なので、例えばジャムスタックでワードプレス運用していきたいよっていう話になってきた場合は、できるだけですね、サーバー選定の場合の段階で、自分でメンテしなくて済むような、いわゆるフルマネージドホスティングというふうに言われているレンタルサーバーがですね、国内外含めていくつか出てきているんですけれども、そういったサーバーを検討してもらう必要があるかなと思います。フルマネージドってここで言ってるものとしては、具体的にはワードプレスのコアのバージョンアップデートとかですね、プラグインのアップデートとかをホスティング側で自動でアップデートしてくれるようなものをだと思ってください。なので、普通のワードプレスの制作案件だと、気がついたらワードプレス勝手に最新版になっているので、それはそれでちょっと、今のワークフローからすると怖いかなって思われる方もいらっしゃると思いますけれども、ただ、ジャムスタックでされる場合は、そもそも、そこのリスクになる部分、テーマの表示が崩れるという部分がかなり減りますので、そこよりも、フロントの管理と、フロントの管理に集中するために、ワードプレス自体はできるだけ自分でメンテナンスしないようにできるサーバーを選んでいく方がいいかなと思います。もちろん管理しなくていい分カスタマイズ性というのは落ちます。例えば会員の認証機能とかそういったところを API でやりましょうとかやってたかもしれないですけども、レンタルサーバーの要件によってはプラグインのカスタマイズ制限がありますとか、そういったものもあります。で具体的に今のところ国内である程度名前聞いているものだと、例えばワードプレス .com とかですね、これ無料から使えますし、WPAPI も提供しています。なおかつ、WordPress の .com の方で独自で API も提供されていたりするので、これらを使ってフロントエンドを構築することができます。ただ、WordPress.com のサブドメインで作られたブログへの公開制限とかですね、あとは、
プラグインテーマでちょっとカスタマイズしたいとなった時に、無料プランもしくは会のプランに関してはある程度制限が設けられていますので、要件によっては、ワードプレス .com 向いてないかもしれないですし、簡単にジャムスタック始めたいよ、でもワードプレス面倒見たくないよねっていう方からすると、ワードプレス .com でとりあえずブログを始めてみるとか、というところでもいいかなと思います。あとは自分の会社なんですけども、シフターのスティングも、こちらもですね、マネフルマネージドでやっていて、ギャッツビーとの連携とかですね、そのあたりも公式で用意しています。で、あとは、JS でライブでローディングしたいものとかもあるんですけども、そういった場合も新着の10件に関しては、常に取れるようになっていますので、そういったところを組み合わせてやっていくといいかなと思います。で、興味ある方はこれもね、GitHub にワークショップのも全部フルで公開してますので、また後で見てもらえればと思いますが、今のところ、ジャムスタックのワードプレスで、できるだけワードプレスのメンテナンスやらずに、試してみたいよっていう方は、ワードプレスとか昔、どちらかを使われると比較的いいかなと思います。それ以外にもいろんなホスティングがありますので、上の階のブースですね、ここ回られて、こういった用途に使えますかって聞いて回られると、いろんな発見になるかなと思いますので、そういったところも、ワードキャンプとして楽しんでもらえるといいかなと思います。で、次ですね、ワードプレス API サーバーとしてできましたと。じゃあ次、フロントエンド作りましょうという話に行くんですが、スタティックサイトジェネレート、ジャムスタックでですね、この JavaScript を使ってマークアップ構築する部分に関しては、よく言われるのはスタティックサイトジェネレーターというカテゴリーのものが選定されます。で、このスタティックジェン .com というサイトに行ってもらうと、割と有名なのだと Hugo とか Chikiru とかですね、そういったオープンソースのものから、ワードプレスの方で使える Gatsby とかですね、Next.js とかそういったものも含めていろんなものを紹介されてますので、ここ、今回のセッションで紹介したものが馴染まないという方は、スタティックジェンのこのサイトでいろんなものを見てもらうといいかなと思います。JavaScript でのフロント実装なんですが、今のところ、カンファレンスであったり、こういったところで話を聞いて、自分の範囲の中で見る限りでは、React もしくは Vue.js が用いられることがすごく多いです。で、React であれば、Next.js というものか、Gatsby.js。この2つのライブラリを使って、JavaScript で WordPress もしくはそれ以外のCMS とか使ってですね、フロント作られている案件が多いですし、Vue の場合は、Next.js というものと、あと GridSum というものですね。このあたりがよく出てきます。で、これに関してですね、何がいいかっていう話に関しては正直、もう人によるというところで、ここの選定基準に関しては、コードの書き方ですね、データの取得の仕方であったりとか、提供している関数、メソッド API とかですね、いろいろライブラリ作られた、哲学によって変わってくるところがありますので、そこをもう本当に好き嫌いとかですね、自分のチームに合うかどうかとか見てもらうといいと思いますし、あとはもうワードプレスが典型的な例ですけど、何かあった時にこういったカンファレンスで聞けるとかですね、ちょっと SNS で質問できるとか、そういった人たちがどのライブラリーでどれぐらいいるかとかですね、そういったところを中心に見てもらうと、ストレスなくやれるかなと思います。で、このスライドで出てこないメジャーライブラリーだと Angular っていうものがあると思うんですけれども、今のところ聞く限りでは Angular に関しては Static Site Generator としての用途を提供する予定はあまりない様子で、サーバーサイトのレンダリングもしくは PWA ですね、シングルページアプリケーションとしてレンダリングしてオフラインでキャッシュして高速化するような、そういった方面で使われる用途が多い様子なので、それが JavaScript じゃないから使えないっていうわけではないんですけれども、JavaScript でフロントエンド構築する、WordPress API サーバーで使いましょうってなった時に、Angular を使うと、事前に HTML を生成して配信するというやり方は、今のところあまりメジャーじゃないやり方になるというところを持ってもらうといいかなと思います。で、あとは React がですね、Gutenbergで使われている技術なので、React を これから学ぼうという方であれば、React の動作をすると、学習コストはいいかもしれないですけれども、ただ Vue の方がコミュニティとしてですね、結構活動が頻繁だったりもしますので、今のところこの2つを比較しながら、12月アドベントカレンダーとかあると思うので、そういうのも読んだり書いたりしながらやっていくといいかなと思います。で、結合のところですね。ちょっとごめんなさい。ここまでで気になることとか質問とかもしくはいわゆるマサカリとかありますか？なんか大丈夫ですか？なければこの調子で。
進めていきます。で、今までのところでですね、API サーバーができました。で、フロントエンド、何使うかも決まりました。なったら、あとは、JavaScript で作ったマークアップに API のデータを流し込むという段階に行きます。で、ここで、WordPress の API のデータをどういう形でマークアップに流し込んでくるかというところは、結構ライブラリによって正確に出てきます。よく出てくるライブラリの中で有名なのは、グリッドサムとギャッツビーなんですけども、これに関しては、GraphQL という新しいクエリ言語ですね。これを使ってインポートするというやり方になります。でどういうことかというと、グリッドサムとかギャッツビーというのはフレームワークなんですけれども、そのフレームワークが HTML をビルドするときに、一旦、WordPress の API から記事データを、メモリかローカルかちょっとそこは定かではないんですけども、ビルドのタスクの中に一旦内部で保持するんです。で、保持したデータを GraphQL のスキーマを用いて、マークアップの中に流し込んで HTML 化するというやり方をします。なので、WordPress が提供しているのは REST API だから、いらないように見えないですけれども、WordPress の API からデータを取ってくるのはフレームワークの仕事で、そのフレームワークの中にあるデータをマークアップに落とし込むのは GraphQL の仕事というふうに分かれています。というところで、ちょっとここでまあ学習コストが出てくるんですけれども、ただ、GraphQL ですね、触られる、あとでちょっとだけサンプルも出てくるんですけれども、REST API よりも人間のデータですね、比較的取りやすくなっているので、そう、あと、あれだ、あとですね、複数のデータソースですね。WordPress 以外にも CSV とかですね、Markdown とか、あとは他にもコンテンツであったり、Drupal であったり、CMS いろいろあると思うんですけれども、そういったところのデータも一緒にトップできて、GraphQL でまとめてインポートするというやり方ができるので、マッシュアップですね。そこがすごくやりやすくなります。Gatsby の場合なんですが、これ Gatsby のサイトに出てるイメージですね。上にデータソースがあります。でビルドというところにギャツビーがいて、デプロイというところ、これがですね、ウェブホスティングですね。さっきちらっと出た、ジオシティスとか、あとはネットリファ、AWS アンプリが GitHub ページとかですね。ここにないんだと Firebase のホスティングとかですね、いろいろあると思うんですけれども、あれウェブサーバーがありますと。で、データ、ギャツビーがデータソースいろいろ複数、一つから複数からですね、取ることができるんですね。で、ビルドの時に、コンフィグの中で設定した CMS、もしくはマークダウンただのファイルとか、普通の JSON、CSV ファイルとかですね。これを全部この中に取り込む。で、取り込まれた状態で、1個のデータベースの中にまとめられた形になるので、あとはそれを GraphQL のスキーマを使って、クエリー言語を使って取ってくるというふうなやり方になります。で、それでビルドされた HTML、Gatsby のビルドすると HTML ファイルが、ね、ウェブページに大量に生成されますので、そのファイルを CI を使われるのが一般的、CI、CD サービス使われるのが一般的ですけれども、一番わかりやすいやり方でいくとローカルで npm run build というコマンドを使ってビルドをした後に出来上がったファイルをウェブサーバーに SFTP とかでアップロードすると。で、アップロードするともう HTML ファイルが全てウェブページ分ですね、全部作られているので、それだけでウェブサイトが更新完了しましたという形になるというところです。で、Gatsby の場合、コンフィグのところでですね、ウェブサイトの設定であったり、データの取得の設定がされます。は、今のところメジャーなプラグイン、Gatsby側にもいろんなプラグインシステムがあって、それでマークダウンであったり、CSV であったりを、WordPress であったりを、この Gatsby の中のデータベースに落とし込むことができるんですけれども、ワードプレスのデータを取り込む場合は、Gatsby Source WordPress という NPM のライブラリが今のところメジャーです。で、このライブラリが結構高機能で、ワードプレスのドメインと HTTP か HTTPS かのプロトコルの指定とかですね、そういったところ、あとベーシック認証とか OAuth とかですね、そういったところも設定できるんですが、それだけじゃなくて、ワードプレスの .com の場合、API の種類が増えるというところもあるんですけれども、そこに対してもサポートするために、ホスティング WP コモというパラメータもついていて、これを true にすると、ベース URL で指定した WordPress のサイトが .com にあるものだから、それに合わせてデータを取得しますということができますし、UseACF というので ACF に対応するものだったり、そういったものもあります。で、Gatsby もですね、WordPress 同様、非常にたくさんのプラグインが用意されていて、Google Analytics と React で書くときの
簡単にするようなラッパーのものであったりとかですね、いろいろ用意されていますので、今のところ一番簡単に探す方法としては、聞いた、もしくは Google で Gatsby スペースプラグインとかで検索されると、いろんなプラグインですね、日本語で紹介されている記事がありますので、そちらを見ていただくと、ワードプレスでデータ取り込んだ後に、ウェブサイトとして、こういう機能も出せないんだけど、どうしたらいいのかというところですね、いろいろ疑問に答えが出ていると思います。で、取得するときですね、ワードプレステーマの場合は WP クエリかでデータ取ってきたりとかしてると思うんですが、Gatsby の場合ですね、こういうクエリを書きます。GraphQL という中に、このオールワードプレスポスト、もしくはシングルワードプレスポストとか、いろいろクエリの名前があるんですが、それに関しては、プラグイン側がですね、ドキュメントの中で、全記事取得したいのであれば、この名前使ってください。個別ページ取得したい場合は、この名前使ってくださいというものが用意されてますので、そこはそれを見てください。で、変数でポストの、特定の記事を取得したい場合は、このオールワードプレスポストのところのに、変数でポストの ID をつけてやるとすると、特定の ID を取得することもできますし、GraphQL の特性として、ここですね、このタイトル、エクサープとスラックとこの3つだけ書いてるんですけれども、SQL の場合って取得すると、そのレコードのデータ全部書いてくるじゃないですか。いや、やり方によっては絞れるとか。やり方によって絞れますね。SQL じゃなくて、REST API ですね。REST API でデータ取ってきた場合は、もう API と ID でリクエストゲット投げると、その ID に対応するデータが全部そのまま返ってくるんですが、GraphQL でリクエストを出した場合は、このクエリであればタイトル、エクサープト、スラック、この3つだけが返ってくる。欲しいもの以外は返ってこないというようなやり方ができます。あとは、ここから先はほぼ、どちらかというとグラフ QL の話になるんですけれども、クエリじゃなくてサブスクリプションかなというものにすると、WebSocket でライブで通信するようなものもあったりするんですが、これは Gatsby というよりは React でグラフ QL を扱うという話になってくるので、興味ある方はですね、グラフ QL の方も見てもらうと、結構チャットアプリとかですね、ライブ性があるところで使われていることが多いので、そこもまた新しい技術になるかなと思います。でグラフ QL でデータ取ってきた後に、これだとデータ取ってきただけなので、最後にワードプレスの方もザクエリで51で回した後にマークアップで落とし込む必要があると思うんですけれども、Gatsby の場合のマークアップがこんな感じですね。グーテンベルグのセッション行かれた方に似たようなの見たことあると思いますけれども、Gatsby は React そのままです。で、JavaScript で、この、この場合、変数の中のデータというところに、さっきクエリしたやつと同じ名前のオブジェクトが入ってきますので、それをループで取ってきて、JavaScript の形で、React の形でマークアップに落とし込むというふうにすると、これで、ウェブサイトのフロントエンドが構築できるというふうになります。で、ここですね、ちょっと JS が踏み込んだ話になってくると、Gatsby の TypeScript プラグインというものも提供されているので、タイプスクリプトを使うことで、このデータの変数が結構分かりにくいっていう、つらみはあるにはあるんですけども、タイプスクリプトのプラグインを使って、タイプスクリプトで実装するようにすると、このあたり、VS コードであったり、WebStorm であったり、そういったところの IDE が型のヒントを出して、入力補完を出してくれますので、かなり簡単に作れるようになっていきます。で、最後ですね、運用のワークフローのところなんですが、JAMstack やってると、更新、ウェブサイト、記事の更新の時にちょっと今までと違うワークフローになっている部分とか、お客さんであったり、社内であったりで、認識合わせないといけないところがあるんですね。で、何かというと、ワードプレス上でこう何か更新したからといって、サイトに反映されないんですね。というのが、ワードプレスは API サーバーとしてあるんですけれども、さっき、Gatsby、グリッドさんとかですね、ビルドした HTML をウェブサーバーに置きますというふうに。言ったので、このビルドをしないと、ワードプレスのデータを取ってこないんですね。なので、ウェブサイト、ワードプレスを更新しただけじゃなくて、JAMstack 側でビルドするっていうコマンド、ビルドとアップロードをですね、やってやる必要があります。で、これをローカルでコマンドやって、SFTP でアップロードとかしてると、ワークフローとしてだいぶ破綻してきますので、
今のところジャムスタックの界隈の方たちがされているやり方としてはネットリファイであったり AWS アンプリファイというサービスもしくはサークル CI の中でこの NPM ランビルドのコマンドを実行して公開サーバーに転送するアップロードする処理のところを自動化するようなワークフローが取られています。ただこれに関してもこのネットリファイであったりアンプリファイであったりですね、そういったところのデプロイの処理いわゆる CI/CD のサービスなんですけれども、そこに関してはワードプレスを更新したからといって走り出すっていうサービスはなくて、基本的に Git プッシュしたらビルドして公開されますっていう仕組みをしているサービスなんですね。なのでワードプレスで JAMstack 運用する場合はこれにさらにワードプレス側からネットリファイ、アンプリファイ、サークル CI とかですね、そういったところに関してビルドしてくださいっていう指示を出してやる必要があります。で、それを自分で作れっていう話になってくると全く楽しくなくなってくるんですが、安心してください、プラグインがあります。これね、JAMstack デプロイメントってまんまのやつがあるんですけども、これが何かというとサークル CI もしくは Web、ネットリファイとかですね、そういったところはカスタムデプロイの仕組みとして Webhook が用意されているんですね。 API、ホストの API の URL がネットリファイであったりサークル CI の方から発行されて、そのホストの URL を実行して、その URL に対してホストのリクエストを出してやると、その発行 Webhook の URL が発行されたプロジェクト、Gatsby のプロジェクトとかグリッドさんのプロジェクトとかいろいろサイト単位であると思うんですけども、対応する URL が1個ずつ発行されて、その URL に紐づいているものを叩いたらビルドが実行されるというふうなことがありますので、その URL をサービス側で取得して、この JAMstack デプロイメントというサービスのところでですね、URL 管理画面のところで URL を設定してやると、こいつのこのプラグインの方で記事の更新とかですね、ワードプレスのフィルターでいろいろあると思うんですけれども、そのフィルターを拾って指定した Webhook の URL をポストしてくれるので、記事更新だけしたらネットリファイ、サークル CI、あとは AWS アンプリファイとかですね、そういったところの CD のサービスが動き出してくれるというふうになりますので、これを使うことで即時、もちろんビルドの処理が走る分即時で反映されませんけれども、ブラウザのキャッシュ消えるの待ってください、 CDN のキャッシュ消えるの待ってくださいと、比較的同じぐらいの待ち時間でサイトに反映されるようになります。で、JAMstack デプロイメントのプラグインいいところとしては、フックとかも用意されて、フック API も用意されてるので、基本の使い方以外でちょっとカスタムな更新の反映をしたいワークフローがある場合であったりしても、ワードプレスの書き方でこのプラグインに合わせたフックを API をフックするような実装をしてやることで、それに対しても反応することができます。あと公開前のチェックですね。ワードプレスってプレビュー機能ありますよね。ワードプレスの記事更新するとプレビューというのがあって、プレビューをしたらワードプレステーマでプレビューの記事が表示されるっていうのがデフォルトであって、記事公開前に皆さんプレビューで確認されたりとかされてると思うんですけれども、 JAMstack 使うと要はそれが使えないんですね。ワードプレスのテーマを使ってるから。なのでこの場合のプレビューに関してもビルドが必要になってきます。なので個人で書いて公開を管理する場合は、Gatsby、グリッドさんとか、それ JAMstack のライフレームワーク側で、ローカルで開発モードで起動させておくと、ライブリロードとか、React.js 側の文脈でライブに更新するような仕組みがありますので、それを使ってローカルで確認ができますし、社内のワークフローで、例えば上長にプレビュー記事を見てほしい。そうなった場合に関しては、またですね、ホスティング、CI/CD の機能がついているサービスで、プレビュービルドっていうのをやってやる必要があります。ただ、ちょっとワークフローややこしくなるように見えるんですけれども、このビルドをされた HTML を、プレビューの URL、ビルドだけして、その URL を公開し、ビルドされた HTML を公開しない、でプレビューの URL だけ発行するということが、ネットリファイ、アンプリファイ、あとファイアベースホスティングもできたと思うんですけども、そういうプレビューの URL をそっち側のサービスが出してくれるので、それを使って記事のチェックをしてもらうという形になります。で、これだけ聞くと結構ややこしく見えるんですけども、これのメリットもう一つあって、
もう出来上がった HTML の塊ですね、ZIP ファイルのものだと思ってもらえればいいんですけども、それがひたすらずらっと並んでいくので、ロールバックがすごい簡単になるんですね。これ、Netlify の例なんですけれども、そこに日付がずらっと並んでいて、11月から2日に3回更新して、3日に2回更新してるとなってますけども、例えば仮に、ここで一番最近記事更新して、ビルドして公開しましたと。チェックでも問題なさそうだったんで、公開しました。ただ、実は、この情報は今日出しちゃいけない情報だったとなった場合、ワードプレスの場合だと、リビジョン、ワードプレスの管理画面ログインしてリビジョンで戻す。もしくは、よっぽど大きな変更だったりすると、バックアップから復旧しなきゃいけないとか、ちょっと大掛かりになってくると思うんですけれども、JAMstack を使っている場合って、ここに過去のビルドの HTML がずらっと保存されているので、1個前のこの、こっちの塊ですね。これを公開する形にしてやれば、それだけで公開サイトは変わっちゃうんです。なので、表示の部分でロールバックっていうのはすごく早くなります。もちろん、データソースとワードプレスの部分に関しては直ってないので、そこはやらなきゃいけないんですけれども、何かあった時のロールバック、フロント側のロールバックの速度っていうのはすごく速くなります。で、いろいろいいとこ、悪いとこですね、あったと思うんですけど、最後にもう一回おさらいしていこうと思います。JAMstack にするメリットって、静的な HTML にするんで速くなりますし、サーバー側の処理もなくなるんで、負荷が小さくなってサーバー落ちにくくなるとかいろいろあります。ただ JAMstack なサイトでワードプレスを使うデメリットっていうのが、結構大きいのがあるんですね。何かっていうと、今までのワードプレス制作のノウハウが使えなくなるというところなんですね。でどういうことかっていうと、ワードプレステーマは使えません。でウィジェットメニューとかですね、そのデータに関しても API から取ってきてグラフ QL でインポートしてリアクトで書いてあるとか、そういったことをやらなきゃいけません。で、もちろん Vue とか React とかですね、のノウハウを使ってフロントエンド構築していかないといけません。で、ルーティングに関しては WordPress だと、ルーティング機能 WordPress 側が提供してて、page.php とか archive.php とか作ったら勝手にやってくれると思うんですけど、あれを作らないといけないんですよね。で、定石とかハンドブックもですね、WordPress のテーマ外でハンドブック用意されてるんですけども、そういったものに関しても、まだこれ新しい技術でないんですね。ただです、ね、2016年にマットマレインクを言ってるんですよね。マットでワードプレス作られた方、ファウンダーの方なんですけど、2016年に言ってます。JavaScript 勉強しようって。なので、やっぱり、今までのやり方でワードプレステーマ使って、PHP 使ってやっていく方が、楽なんですよね。実際なんですけども、グーテンベルグプロジェクトもあって、JAMstack の潮流も来てるので、JavaScript をやっていこうって話には遅かれ早かれフロントも管理画面もなってきます。なので JavaScript やりましょうで、するかしないかの話なんですけども、要は新しくいろんなメリットあります。ただもちろんメリットの分だけ失うものもありますよって話です。で、なので失うものと JAMstack にして失うものと JAMstack にして得るもの、どっちの方が自分にとってメリットでかいかなっていうようなところで判定してもらうといいかなと。でもちろんこういう新しいサービスが出てくるとですね、何々が終わったとかですね、これから何々時代だって話出てくるんですけども、それってその界隈から見たその技術なので、いわゆるポジショントークなので、僕もちろんポジショントークですよ。なので、振り回されないように自分で一回ローカルでやってください。これ本当に何でもかんでもそれにしたら実は向いてないケースだって、すごく運用が大変だっていう話は JAMstack に限らず WordPress、PHP 全ての分野である話なので、そこはちゃんと自分で確認してください。逆に言うと、そういったところですね、 JAMstack でやるべきかやらないべきかっていうところを見分けられるノースキルっていうのはこれからすごく重要になってくると思います。もし自分で構築するのは大変だなと思っても、これは JAMstack 向きだなっていう判断ができたら、そういう制裁会社に回せるんですよね。それだけでもすごくこれから活かせるかなと思います。で、僕が考える向いてる案件の一例としては、例えばパフォーマンスとか多様性がある点すごく重視されるわけ。これに関してはもう HTML 生成しちゃう JAMstack っていうのは、どう考えてもサーバーで何かする WordPress に比べて早くなりますので非常に向いてます。もしくは将来的に別の CMS に移すかもしれないとか、そういうマッシュアップするかもしれない案件に関しても JAMstack にしておけば API の呼び名と差し替えるだけ、
ってできますので、通常の移行コストよりも下がりますので、段階的な移行として使うこともできますし、もちろんワードプレス以外からワードプレスに引っ越してくる場合にも、ジャムスタックを1回間にかませて段階的に移すというやり方もできますので、一つはアイデアとしてあるかなと思います。あとは、WebGL とかですね、GIS でマップいろいろやるとか、インタラクティブなサイト結構いろいろ増えてくると思うんですけども、そういったものを作りたい場合も、フロントエンド全部 JavaScript で作れるので、ジャムスタックをですね、やっていく方がいいかなと思います。あとは、ワードプレステーマ作るより JavaScript で React Next とか、Next とかですね、そういったものでサイトを作る方が得意だよっていうチームはジャムスタックの方に向いていますし、ワードプレスのテーマの管理とかですね、テーマ作るのはいいけどメンテナンスしたくないっていう方はチャレンジしてみるといいかと思います。で、逆に、ワードプレス使った方がいいよねっていうふうに思う案件としては、まず、ジャムスタックメンテできない、メンテできる体制ない場合は、いきなり本番投入すると大変な目に遭うので、そこは社内で試すか、覚悟を持ってやりましょう。あとはですね、ジャムスタックにするかどうか以前に、そもそもワードプレスに記事入ってない場合、コンテンツも何も入ってない場合は、そこに技術にこだわるんじゃなくて、まずワードプレス、CMS をちゃんと使ってください。これからワードプレス始めます。テーマ作りたい。ジャムスタックでいきましょうじゃなくて、これもまずワードプレスのテーマを使って、プラグインを使って、記事を書いて、アクセス集まって、ワードプレス辛いなって思ったら、ジャムスタック考えてください。辛くなかったらそのままワードプレス続けてください。あとは、プラグイン、テーマいっぱい持っててですね、そこの開発中心になっているサービスとかであれば、ここもワードプレスの方でですね、頑張り続けて、コアのメンテナンスとかですね、そっちの方に関わっていく方が、費用対効果としては高いと思います。で、こういう話すると最終的にこれになるんですね。そこまでして、ジャムスタックでそんな頑張ってワードプレス使いたいのかっていう話ですね。で、これは JS 会話の人たちの話を聞いたりした感想としては、みんな本当に欲しいのってこれなんですよね。ワードプレス、フロントエンドはリアクトとかって自由に作りたいです。でも、実際に記事を書くライターさんは、使い慣れたこれを使いたいんですよ、ね。なので、ワードプレスの管理画面は欲しいんだけど、フロントだけどうにかしたい。自由にしたいってなったときに、ジャムスタックであったり、インスタックのようなものが出てきます。で、ワードプレスの管理画面って何がいいかっていうと、アクセシビリティ、多言語対応とかですね、世界中で使われてるだけであって、すごく優秀なんですね。あとは、プラグインを使った拡張とかもすごくできますし、使い方もですね、管理画面の使い方、記事の運用の部分だけでも本が出てたりとかするぐらい、すごく知られてるものなので、で、そこをわざわざ変えて説得するよりは、そこはワードプレスのままにしておく方がいいんじゃないかという話もあります。あとは、もうすでにワードプレスで生きてますという場合はワードプレスですよねっていうところですね。なので、このあたり分離の話ですね。フロントをワードプレス縛られたくないか、時はジャムスタック使いましょうというところで、これにすることによってワードプレスがコンテンツの方に集中できるんです。本当に記事書く。記事書いて、ただ API で配信するだけなので、表示の部分はジャムスタックが全部やりますというふうになりますので、そういったところで、ワードプレスかジャムスタックかというよりは、ワードプレスでサイトを作るのか、ジャムスタックも使うとより便利だよねっていうところで、共存関係のような形で、敵対構造にして、記事書く煽りが得意な方もいろいろいらっしゃるというような方もいらっしゃると思うんですけども、そういったところに回されずに、共存関係でいろいろできるんだなっていうふうに思ってもらえればなと思います。ということで、ワードプレスですね、WPAPI とかジャムスタックとかですね、そのあたりでいろいろサイト制作を多様化してきましたと。で、なので、要件によって管理の体制であったりとか、フロントの作れるチームの体制に合わせて、もうワードプレステーマでやりましょうじゃなくて、こっちもありますよとか、そういうことを考えていくと、これからいいかなと思います。ただもちろん、いろいろ変わってくるので、ただ作るノウハウだけじゃなくて、運用の部分に関しても、一旦触ってみて認識してもらう方がいいかなと。で、最後にこれが一番痛かったんですけども、ジャムスタックだろうが何だろうが銀の段階ではありませんので、本当に盲信せずに自分で触ってやってみてくださいということ で、以上です。ありがとうございました。